こんにちは、こんばんは。WGSL のとしです。松です。今回のですね、YouTube 動画なんですけども、はい、前回、先週ですかね、はい、公開しているはずだと思うんですけども、はい、先週にですね、公開させていただいた、コメントいただきました、はい、ブログマガジンの、はい、紹介を松さんにしていただく、はい、テイクバック編集、はい、そうですね、ことでですね、紹介させていただく動画を撮影させていただきまして、で、そっちの動画がですね、非常に松さんのエネルギーがこもっておりまして、はい、そのおかげさまで時間の方が圧迫してしまいまして、すいません、いやいやいや、本当全然大丈夫なんですけど、なので、はいはい、別の週にということで分けさせていただきましたので、はい、まだそっちの動画を見てないわという方はですね、まず先に、はい、一応、そうですね、そうです、はい、まず先にそっちを見ていただいて、はい、順番でつながっていますので、そうですね、はい、なので、まずそっちを見ていただいてから、この動画をですね、見ていただくようにしていただければ、はい、もう WGSL 理論のテイクバックというのはもう完璧になります。はい、お願いします。で、まあ、今回、紹介していただくのはですね、なので前回から2つ目までですね。はい。なので次、今回はですね、3つ目から、はい、松さんにですね、テイクバックについて、はい、紹介の方をしていただきたいなと思っておりますので、はい、3つ目から紹介の方、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあもう早速いきます。はい、3つ目ですね。はい。2021年11月5日、はい、両肩甲骨の使い方テイクバックレッスンですね。おー、これですか。懐かしいブログが、ね、まあ2021年です、ね、そうですね、もう2年前、まあまあ約2年前ぐらいの動画にはなりますね、はいはい、これは僕自身も実は結構思い入れの深い内容だったりして、これは実際に直にコンサルを受けてる内容だったりするところですし、でもうかなりね、僕と同じくもう初期の頃からブロマガを買ってる方であれば、はい、これ以前に知ってたと思います、はいはいはい、記事として、ね、一回出てたりしてたんですけど、なんですけど、まあ、それのまあリメイク版というか、まあ、しっかり、はい、奥田さんの今奥田さんがこう直々に、ね、動画に出てレッスンされるっていう、はい、スタイルに変わってからは初めて出てきたというところで、ここはですね、はいはい、はいはい、ここはどうしますか。もうはい、はい、これもいや3つ目も もうこれは知っといてほしいと思いますね。テイクバックとかテイクバックもそうですけど、はい、トップとかの悩みってすごく多いとは思うんですよね、まあ、やっぱりトップの形って分かりやすいんで、低いとか、はい、低いだのクロス、クロスだのとかフライングね、エルボーになっちゃったりとか、やっぱいっぱいあると思うんですけど、はい、やっぱそういうところで肩甲骨ですよね。まずやっぱ WGSL っての理論やってると絶対肩甲骨っていうところにぶつかってくるんですけど、で肩甲骨でね、クラブは肩甲骨で握れって奥田さんのねブログでも書かれていますけど、はい、まあ、そこですよね。肩甲骨でじゃあテイクバックも肩甲骨でっていう話になってくるんですけど、はい、そうですね、まあ、言ってもね、じゃあ肩甲骨をじゃあ意識してテイクバックしても、まあ、それ何も変わらないじゃないですか。意識だけして、まあ、まだ変わらないですよ。 はいはいはい、それまでの癖もありますから。そうですね、そうか、そう、じゃあ実際にじゃあどう使うっていうところ、はい、どう使うっていうところを知っていくっていうのももちろんね、その一つ一つの裏側だったり他にもあるところだったりもするんで、はい、それもまあもちろん大事というか、もうすごく大事な知識でもあるんですけども、はい、この両肩甲骨の使い方のテイクバックレッスンってとあるドリルが出てくるんですけども、はい、これがもう本当に強制力を持ってるんで、確かに肩甲骨を使わざるを得ない、確かにそうです、ね、強制力を持ったドリルになってくるので、はいはい、で僕が事実これでめちゃくちゃテイクバックってもうほぼほぼこれで整ったっていうぐらいのとこまでいってるんですよ。細かいエラーはもちろんいっぱい出てますよ、はい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 、とはいえ僕 のテイクバックって、昔のテイクバックって、はい、極端にこうガンってインにいきなりこうガンって、はい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 、初動からこうガンって使って、はい、で上げてってっていう感じで、もうドフラットだったんですよ。こんなトップだったんですよ僕、はいはいはい、この肩がもう腕から見えてるぐらい、はいはいはい、見せていただいた動画ですよね、はい、ぐらいのフラットなトップでして、はいはいはい、僕もそのトップ嫌いだったんですよ、おっていうところとかがもうこれでもう一発で治っちゃった、本当に一発で治っちゃったっていう感じですね。っていうところでやっぱりドリルとして、はい、すごくやりやすいっていうところもありますし、はい、僕の思い入れ的なところもそうですし、はい、結構このドリルの思い入れあるアマチュアの方って多分多いんじゃないのかなとは思って、うん、で勝手に思ってるところですね、はい、本当にそれぐらい恩恵の大きいところなので、はい、でね、他の
レッスンプロとかがやってるようなドリルとかって、はいはい、実はまあ、見ていただければ分かるんですけど、似たようなドリルって実はプロとかがやってたりするんですけど、はいはいはい、あれ聞くとマジで恐ろしくなったんですよ。おめえらが行くから俺そんなふどっぺなんだよと思って、マジふざけんじゃねえよみたいな。確かに、まあ、ありますもんね。っていうところでね、やっぱりもうやっぱ正解はここにしかないんだなっていうところも分かるところですし、はい、っていうところで、まあ、やりやすさ的なところもありますしね、やっぱりやすいですもんね、はい、1番、2番、改めてテイクバック、でかいものテイクバックっていうところの知識入れた後、はい、作り込んでいくときにね、こういう知識があるとまた一歩こう前進するというか、はいはい、いうところでいい順番、まあ、3番目に入ってきていいかなっていうところ、はい、これ挟むのめっちゃ良さそうです、ね、いいところ、ワンクッションいいかなと思いますね、本当に、はい、さすがです、っていうところで、はい、入れさせてもらいました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ3つ目が両肩甲骨の使い方、はい、テイクバックレッスンが2021年11月5日ですかね、はい、のブログマガジンとなっております。では次、はい、4つ目、4つ目ですね、4つ目、よろしくお願いします。2022年の4月8日のオンプレーンテイクバックレッスンですね。はい、あ、はい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 、はい、これは2022年のベストブロマガ、はい、まず個人的ベストブロマガですね、はいはいはい、の方に入れさせてもらってます。入ってましたね、はいはい、そのぐらいめちゃくちゃ面白いレッスンなんですけど、やっぱ入ってくるんですね。入ってきますね、はい、これはで僕のあれはね、個人的っていう形で入れさせましたけど、はい、入れましたけど、やっぱりあの中ではね、メインの方のベスト3からどうしてもこう入りきらなかったんで、はい、けど紹介したいっていう思いでやらせてもらったことがあるんで、はいはい、まあ本当に僕だけじゃなくて、はい、アマチュア皆さんにとってここは絶対知っといてほしい知識だなっていうふうに思うんですよ。はいはい、で、ね、先ほど本当順番に今言ってるんで、1番2番3番っていうところを押さえてもらっていくと、はいはい、このタイミングでこの知識入ってくると最強だと思います。多分、確かに、あ、そういうことになるのねって、絶対その段階でももしかしたらこのエラー起こってる方ってまだいらっしゃるかもしれない。いると思います。はい、いると思います。僕も事実まだこの知識入るまでは、はい、むしろそれでいいと思ってたやつなんで。ですよね、僕も思ってた。そうですよね、はい、思ってました。なんでそこを知識をまず覆さないと、はい、頭打ちが来ちゃうんで、その先に、はい、っていうところで、まあ、このタイミングで一回ちょっとなるほど、この知識を入れて、はい、認識を正すっていうところで、はいはいはい、すごくいい知識が入ってるところなんで、やっぱテイクバックにおける、まあ、オンプレーンテイクバックっていうタイトルからある程度想像していただければいいかなとは思うんですけど、はい、まあ、そういうところで正しい知識を、はい、入れていただく、まあ、多分認識と違いますよ。このタイトルの認識からいくと、はいはい、そうです、はい、絶対違う、ある意味違うんですよ、違います、はい、ある意味違います、っていうところがなるほど、はい、ここはまあ知識として、はい、まあ、うん、ここは入れとかないとちょっともったいないかなっていう気がしますね。気づけないんで、うん、はい、でどっちが正解って逆に知ってると強い、ここ確かに、はい、すごくもうそこから先悩まなくて済むんで、はいはいはい、はい、っていうところで、ここは、はい、なるほど、押さえておいてほしいなっていうところで4番目ですね。はい、4番目がオンプレーンテイクバックレッスンで、はい、2022年の4月8日、はい、ですね、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、じゃあ続けてもまだ時間的には、はい、大丈夫です、分かりました。じゃあ次、はい、5つ目、はい、順番的に言うと5つ目のですね、はい、紹介をお願いします、はい、じゃあここからはですね、はい、あと4つあるんですけど、はい、ここから順番ってわけじゃなくて、ここまで 4つは順番に言ってもらうとすごくいいんじゃないかなと、はい、本当に思ってるところ、はいはいはい、でここから4つは順番とかじゃ ないんだけど、はい、まあ、ここから先、まあ、その4つを押さえた後ですよ、はい、後に順不動でいいと思うんで、けど ぜひ全部押さえてほしいっていうところですね。おーおー、あ、なるほど、なるほど、まあ、厳密に順番っていうわけじゃなく、ガッと行かせてもらおうかな、なるほど、なるほど、はい、というところで、はい、まず5番目っていうところで、はい、まあ、一応5番目ということで紹介しますね、はい、はい、よろしくお願いします。2023年の1月20日の左腕1本での右サイドの仕事レッスンっていうところで、なるほど、何がテイクバックなのっていう話ですね。そうですね、何がテイクバックなんでしょうかみたいなところはあると思うんですけど、WGSL でテイクバック取り組んでいくと、はい、やっぱり違和感っていうところには絶対戦っていかなきゃいけなくなってくることがあるんですよ。そうですね、やっぱりそこはもうしょうがないです。だってスイングを変えようとしてるんで、違和感が出ないわけがない、はい、で違和感っていうところで絶対戦っていくことになるんですけども、はい、この、まあ、僕としてもやっぱり左腕ってアマチュアにとって鬼門だとは思ってるんですよ、はい、左腕が上手なアマチュアって本当にいない、絶対いないんで、でプロが圧倒的に上手いのが左腕なんですよ、厄介なことに、はいはい、圧倒的な差が生まれますもん、ね、でそれはやっぱね、プロたちは本能でやっちゃってるんで、はいはいはい、でそれをどうしても、ね、アマチュアに寄り添うことができないのが左腕だ、大きいのが左腕のアクションということなんですけど、やっぱりテイクバックで例えば違和感が出るのは当然なんですが、正しいアクションをやっていくんで、はいはい、とはいえやってもやっても例えばどうしてもここのぎこちなさが治ってくれないとか、テイクバックやもう今までやっていたブロマガやってるんだけども、どうしてもその違和感に勝てない、はいはい、もう切り返す寸前でいらん動き入れちゃうとか、あ、
もうそういうのってやっぱ本当にねちっこい、はい、どうしてもその違和感に勝てないんだよなみたいな。ねちこいです、はい、でここってもう一つ僕ある原因って、はい、そもそものダウンスイングの知識が間違ってるからっていうのも僕は絶対あると思うんですよ、うんうんうん、そもそもダウンスイングに行くの認識を間違ってるから、はい、テイクバックで要はそう、ね、違う方向にやっちゃうんですよ、はい、自分で、はい、その認識を間違えてるから、はい、っていうところでこの左腕一本での右サイドの仕事って本当に左腕の革命なんですよ。これこれほんまに革命、はい、僕もこれに関してもだいぶ熱く語ってる感じがあるんで、はいはいはい、それちょっと聞いてもらってもいいと思うんですけど、はい、でなんでその左腕のアクションっていうところを本当に正す、はい、っていうところでテイクバックにも絶対つながるんですよ。あ、つながりますね、はい、なのであだからテイクバック、あ、これだとじゃあこっちでいい、本当だこっちでいいんだっていうところに改めて気づけたりとかっていうところになるんで、まあ、ちょっと左腕一本で右サイドの仕事ってテイクバックに関係なさそうですけど、はい、ここの知識は絶対入れておくことで絶対テイクバックにもつながるところなので、そうですね、はい、ここの知識は絶対外してほしくないなっていうところで入れましたっていうところですね、はいはい、というところでまだいきますね。まだいきますか。このままいっちゃいますね。あ、よろしくお願いします、はい、で次が、6個目ですね、はい、2023年の1月の13日、はい、テイクバック覚醒レッスン、テイクバック覚醒、はい、まあ、この名の通り、はい、タイトル通りっていうところではあるんですけど、はい、まあ、あえてこのタイミングっていうところもそうなんですけど、はい、まあ、この中で、この覚醒レッスン、はい、覚醒レッスンって名が付いたやつってもう一個思い入れ深いのあるんですよ。前倒し覚醒レッスンっていう、はい、前倒し覚醒レッスンもし買われてる方とかいらっしゃれば、はいはい、イメージ近いです本当に、はい、とある関節一個を理解することで一気に覚醒を迎えるっていうブロマガなんですよね、はいはいはい、このポイントを知っておくとかなりいいかなっていうところですね、はいはい、はい、おっしゃる通りっていうところでもうあえてこのタイミングで、はい、まあ、すごく大事なところですし、はい、そうですね、テイクバックの考え方がすごくシンプルにできるんで、あ、やっぱたった一つの関節なんで、はい、たった一つの関節をもう本当にごく簡単な動かし方、はい、そして、はい、ごく簡単なチェックポイントっていうところの目で見れるだけで、はい、テイクバックが全然変わるんで、そうですね、はい、そういうところでこのタイミングでっていうところですね。なるほど、ありがとうございます。次が、はい、7番目ですね。7番目、はい、7番目が2023年の3月3日、はいはい、3月3日、はい、ダウンスイングレッスンっていうところで、はい、これまたテイクバックとついてないレッスンなんですけども、まあテイクバックに大いに関係があるので、まあ、ダウンスイングはね本当に覚醒するようなレッスン内容ではあるんですけども、まあ、そうですね、テイクバックにゴリゴリつながってるところで、ゴリゴリですね、これは、はい、間違いなく、でこれはぶっちゃけ僕が今までこうね全部コンテンツね、ブロマガ全部やる買わせてもらってて、で、はい、コンサルも受けてるってやったんですけど、はい、でやっぱ過去一やりやすかったですかね、テイクバックにおいては。確かにめちゃめちゃやりやすかったっす。はいはいはい、はい、はい、分かります分かります分かります、めっちゃ分かりやすいですよね。めっちゃ分かりやすいです。でエラーも出ちゃったんですよね、僕も都市プロマーの中でも。僕の方がちょっとひどかったですかね、そうですね、ちょっとね、今回に関しては、はい、はい、っていうところで、まあまだまだエラーで、まあ、出てくる、まあ今までのこれまで紹介したブロマーが全部入れても、まあなかなかまだまだ、はい、甘いよっていうところとかもね、いっぱいあると思うんで、はいはい、まあ、この辺のタイミングでこのダウンスイングレッスンみたいなのに行くと、はいはい、まあね、テイクバックの予備知識ある上でダウンスイングっていうところでも覚醒を起こしつつみたいなところで、はいはい、テイクバックにおいてもめちゃくちゃやりやすくなるんで、本当にとある、本当にここもとある、ね、ドリルが出てくるんです。出てきますね、もうこのドリルが最強です。もう最高、本当に最高です。もうスイング中ですらも意識しやすくなりますからね、はい、それやるだけで。そうですね、そうですね、だから本当に基準が分かるんですよね、はい、ここでこうやってればいいんでしょっていう、本当にこう順を追って作っていける、はいはい、パズル組み立てていくみたいな感じのドリルなんで、確かに、はい、ここはもう本当にやりやすくなるっていう意味もありますので、ね、まあ、けどまあ予備知識ありの上がいいかなっていう意味で、この辺のタイミングでっていうところですかね。なるほど、っていうところでめちゃくちゃいいブロマが、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ次が最後になります。よろしくお願いします、はい、最後が、はい、2023年の2月17日、はい、フロントショットドリルレッスンということで、これですか、ここでフロントショットドリル、フロントショットドリルって、はい、ね、一石七鳥って僕言わせてもらいましたけど、はい、そうですね、はい、本当に恩恵の多いドリルなんですよ。で、それやっぱ一石七鳥って言ったら、その、ね、7個あるメリットのうちっていうところでも、やっぱり一つはやっぱりテイクバックも入ってて、テイクバック、はいはいはい、はい、まあやっぱりなんすかね、 これまでのテイクバックの知識入れてても、やっぱりまあ通常スタンスであるとか、はい、手打ちドリルとかもそうかもしれないですけど、はい、やっぱりまあ普通にやってただけじゃなかなかね、こう、はい、大枠は良くなってきても、はい、どうしても最後の最後のなんかこう、はい、変な違和感が取りきれないとか、やっぱり徹底していくっていうところで、やっぱ慣れも怖いんですよね。あ、あの
このぐ最初は極端に やれるんですよ、はいはい、極端にやってるって認識があるうちはいいんですけど、はいはいはい、やっぱりそれが極端に思えなくなってくる時がいずれ来るんですよね。それに慣れちゃって、はい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 、そういう時に崩れ始めちゃったりとかするじゃないですか。フロントショットドリルって、まあ、YouTube の方にも出てますから、はい、もうその名の通りで極端なドリルじゃないですか。もうめちゃくちゃ極端ですね。あ、やっぱあれであれをけど逆にあれに WGSL のテイクバックの知識がなくあれやると絶対崩しますよね。そうですね、はい、絶対崩しちゃう、はいはい、逆に知識があってあれやるともうめちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃでめっちゃもう僕も撮影中覚えてるんですよ、はい、ポジョンプロにがフロントショットリース久々にやられて、もう1ポジがもう見る見る、あ、そうですね、そうですね、やっぱもうやっぱおっしゃったんですよね、1ポジがめっちゃ意識しやすいって言ってました、言ってました、はい、でやっぱ、まあ、テイクバックっていうところ、はい、まあ、フロントショットリースって他にもいっぱいメリットある、はい、そういう意味でもいいですし、はい、まあ、テイクバックをこう本当になんですかね、どんどん染み込ませていく、はいはいはい、まあ、そういう意味でもすごく使えるドリル、使いやすいドリルなんで、はい、まあここはなんですかね、やっぱりたまにはシンプルに取り組めるドリルというかですね、はい、こういうのって本当武器になるんで、はい、こういうところで改めて気づきになったりもする、まあ、これまでね、この今まで7つ紹介させてもらったブロマガとかの知識とかがあればなおさらですよね、はい、フロントドリルやれば本当にいっぱい気づくことあると思うので、はい、まあ、そういうところで総仕上げじゃないですけどね、まあ、そういうところですごく使いやすいドリルなんじゃないかなっていうところで入れましたというところですかね。とか、まあ、総仕上げ、本当その総仕上げになります、ね、なんかそういう感じでありますよね、そういう感じですよね、はい、分かりました。というところで、あ、はい、ありがとうございました。たっぷりと紹介していただいて、はい、本当にありがとうございます。お願いします。まあ、ご紹介いただきましたけども、はい、何かこう、一言、ありますか、はい、買ってくださいよ。もう僕喉からからすからね。そうですね。今もうだいぶ、はい、そうですもんね。もう息上がってるから。10分台、後半ぐらいに差し掛かるぐらいずっと話していただけてたので、はい、もう僕ずっと圧倒されてました。いやいや、本気で、けど本気で、マジで参考にしてほしいなと思って、はい、マジで考えて、はい、マジでこう紹介させてもらったので、はい、いやもう本当にもう参考にしますじゃ済まずに買ってください。はい、ちょっとお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、まあもうしっかりと、はい、松さんからですね、もうテイクバックについてはもうこういう順番で買えばいいっていうのが、はい、もうある程度明確になりましたので、そうですね、はい、まあ本当に参考になったと思いますので、はい、参考になりましただけではなくて、はい、ぜひとも行動に移してください。ぜひともご購入、ご購読のほどよろしくお願いいたします。まあ、今回の動画は以上となりますので、はい、WGSL チャンネルをですね、チャンネル登録者数を10万人目指しておりますので、皆様のお力添えがありましたら必ず達成できるかと思いますので、一緒に頑張っていきましょう。お願いします。それと、チャンネル登録とグッドボタン、はい、コメントの方もですね、忘れることなくよろしくお願いいたします。今夜の動画もですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。